ねえライザ、ちょっと頼み事があるんだけどいいかな。どうしたのタオ、珍しいね。うん、まあね、実は釣り竿が欲しくてさ、できればすごく丈夫で壊れにくいものがいいんだけど。釣り竿？なんで急にそんなものを？それがね、今まで使ってたやつが真っ二つに折れちゃってさ。あ、そうなんだ。それで釣り竿が欲しくなったってわけね。タオはこれから釣りする予定があるの？予定があるってわけじゃないけど、ほら僕らって今までも釣りはよくしてたじゃない。島の人間なら釣りは誰もが通る道だしね。私も最近はそんなにやってないけど、僕にとっては本を読んだり考え事をしたりするのに釣りは最適なんだ。空き時間を同時に活用できるって感じがすごく得をした気分になれるんだよ。だから釣りの予定はないけど、いつでもできるように一本欲しくてさ。別に魚がよく釣れるとか大物がかかりやすいとか特別な性能はいらない。高級じゃなくていいから、とにかく丈夫であれば何でもいいんだ。そういう釣り竿を用意できないかな。なるほどね、わかった、やってみるよ。ありがとうライザ、助かるよ。どうしたのライザ、何か嬉しいことでもあったの？ちょっと思い出してた。4年前の夏はこんな感じだったなって。言われてみれば、みんなでここを作ってからよく集まっておしゃべりとかしてたよね。苦労して作ったのに一夏しか使えなかったのが残念だったな。今じゃ隠れ家じゃなくて完全にライザのアトリエになっちまってるからな。掃除とか修理とか一人でやるの大変なのよ。年に一度は帰ってきなさいよ。そういや、この隠れ家ってのは元々あった廃屋を改装して作ったとか言ってたな。今さらだが勝手に使っていて問題ないのか。廃屋とはいえ持ち主がいないわけでもないだろう。村の人たちからは何も言われたことないけど。当たり前だ、ここは島の外なんだぞ。所有者が島の人間なわけあるか。クリント王国時代から残ってるんだぜ。所有者なんかとっくの昔にいなくなってるだろう。でもこの家ってどんな人が使ってたのかな。作りかけの地図とか宝の地図なんかが置きっぱなしになってたよね。確かに、謎だな。そんな怪しい廃屋だったとは。お前ら少しは警戒しろよ。空間フルーツの味が4年前から変わり始めてたなんて、もっと早く気づくべきだったのに。何作ろうかな、何入れようかな、どこに入れよう。レベルアップ、どれにしようかな。よし、いけ、できた。何作る、これでいいんでしょ。これは丈夫そうだ、いい感じだよ。ありがとうライザ。よかった、今度は折れないといいね。うん、前の竿は長く使ってて愛着もあったんだけどね。ま、形あるものはいつかは壊れるから仕方ない。それにしても竿が真っ二つに折れるって
どんな大物がかかったんだか。それなんだけど、多分そんなに大物じゃなかったと思うんだ。どういうこと？前の竿は確かにボロだったんだけどさ、ほら僕って以前は背も低かったし腕力もなかっただろ。そのせいでもし大物がかかっても自分の力だけじゃ釣り上げられなかったんだよ。じゃあどうしてたのよ。そういう時は諦めて糸を切ってた。どうしようもないからね。おかげでボロの釣り竿でも折れることなくずっと使い続けていられたんだ。それはタオらしいというか、なんというか、釣り上げる気がそもそもあんまりないのね。そうかもね。ところがこの間はついつい反射的に竿を引っ張り上げちゃったんだ。今までだったら上がるはずがなかったんだけど、なんか上がっちゃってさ、見事に真っ二つってわけ。それって要するにタオの筋力が上がったってことなんじゃない？うん、あまり実感はなかったんだけど、どうやらそうだったみたいだ。だから今の自分が扱ってもちゃんと大物が釣れるような丈夫な竿が欲しかったってわけなんだよ。じゃあぜひその竿で大物釣ってみせてよ。釣れればね。何しろ筋力は上がったかもしれないけど、僕の釣りの腕前は別に上がってないからね。あの竿で大物なんか釣り上げたら釣りの楽しさに目覚めちゃうかもね。どこに行こうかな。なんだ？空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。おい、どうしたんだ？何の騒ぎだ？どうもこうもないよ。モリッツさん、村に共同住宅を建てる話をしてたろ。その完成を機に空間島の大規模開発計画を実行するって宣言したんだ。俺はそんな話聞いてないぞ。どうして急にそんなことを。島の未来を考えての一点張りさ。そんなことしたらこの島の雰囲気が壊れちまうよ。そんなの私だって嫌だ。絶対に説得して止めなくちゃ。待て、父さんの性格的に何を言おうと簡単にやめるわけがない。アガーテたちなら理由を聞いてるかもしれない。そっちから当たってみよう。あの人は。アガーテ姉さんたちも聞いてないんだ。ああ、私らも今日になって急に聞かされてな。正直戸惑っているんだけど、住民たちの困惑はそれ以上だな。この件で朝から相談されっぱなしさ。そりゃそうだよ、みんな計画を止めたいと思ってるはずだし。ああ、いや、それがそういうわけでもなくてな。特産品である空間フルーツの味が変わった。正確には味が落ちてしまった。このまま特産品として成り立たなくなる可能性があるのならば、早いうちに変化を受け入れた方がいい。そう考える者も意外と多いんだ。まあ生産者が大きな不安を感じるのは当然ではあるんだ。でも正直俺も島の若い奴らも空間フルーツの味が変わったとは思えないんだけどな。けど作ってる人やずっと前から食べてる人たちが言うんだから間違いないと思う。二人はどう思ってるの？
モリッツさんの大規模開発計画のこと。今の静かで素朴な雰囲気は大好きだ。しかし村がにぎわうことも正直喜ばしく感じている。どっちかの肩を持てたら楽なんだけどな。頭痛えよ、まったく。現状の島に未来を見出すことができない住民が多い。だから今のような状態になっているんだろう。島に未来を見出すことができない。空間フルーツの味が落ちたから。じゃあもしも私が空間フルーツの味を元に戻すことができれば。開発計画に賛同する者は確実に減るだろう。しかしそんなことが可能なのか。不可能を可能にするのが錬金術よ。何か方法がないかアトリエで考えてみる。どこか行くのか。大変、人が倒れてる。大丈夫ですか。しっかりしてください。よかった、意識はあるみたい。何があったんですか。峠で魔物に襲われたんだ。俺は逃げられたけど、相棒が逃げ遅れて。ライザー。うん、襲われたのは峠ね。私たちが行くからここで休んでいて。すまない、相棒を頼む。ライザーたちに初めて会ったのがこの森だったね。ねえ、どこに行くのさ。おかしいな。よく見ると雨風しのげそうな廃屋が多いな。旅の時に出会う廃屋はマジでありがたいんだ。おーい、島から比較的近いのにここに村があった話を島の人は誰も知らないんだよね。慣れてからどれくらいの年月が過ぎたんだろうね。誰にも整備されずに残り続けてるなんてちょっと悲しい。お腹鳴っちゃったかも。どこかでお昼ご飯にしない？またよろしく。おーい、さあさあ集めちゃいましょうね。どうしておいた方がいいかな。今じゃなくてもいいな。青の花畑と絶景、ここでお弁当食べたら楽しいだろうな。そのためには魔物をどうにかしないとね。またよろしく。みんな、敵よ。
ライザ、一丁やってやろうぜ。クライザーとどめだ。走らないで。任せてよ、ライザ。これでおしまい。どうだ、最後だ。とどめだ。止め。任せろ、ライザ。行けそう。やったね、ライザ。くらい、どうだ、みんな、大丈夫だった？まだまだ戦えるぜ。みんな、敵よ。ライザの錬金術、期待してるぜ。これおしまい。ボス、やっ、こいつで飛ぶだ。知ってて、それライザ、お願いするね。やめてください。終わりだ。満足だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。それ飛ぶ、やったぜ。とどめだ。力が溢れてやるぜ。どうだ。よし、蹴散らすぜ。一匹倒せた。こいつすげえぞ、タオ。そこだ。よし、今ならいけそう。やったね、ガイザー。どうや、最後だ。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。よし、鍵の字うまくいってくれ。どうだ。はっ、とどめだ。力が溢れてやがるぜ。本当にありがとう。なんてお礼を言ったらいいのか。どうやら無事のようだな。しかし、こんなところで何やってたんだ。青バラだよ。この廃村に残されたバラ園に珍しい青バラが咲いてて、かなり希少な花でな。バラのために命を落としちゃ意味ねえだろ。まあまあ、とにかく無事でよかった。あなたの相棒さんが向こうで待ってるよ。あいつ無事だったんだな。この恩は忘れないよ。それじゃあ。おい、これを見てくれ。これってサンゴのかけらか。おいおい、サンゴ集めの趣味があったのかよ。アホか。こいつは今の魔物が落としたサンゴだ。どういうことかわからないのか。それって、まさかあのサンゴの島から魔物が出てきてるってことだろうな。どうやら群島の外に出て活動するようになっちまったらしい。なるほどな。なら何をするかは簡単だ。みんなでサンゴの島に乗り込もうぜ。は？何言ってるのよ、レント。ふざけたこと言ってる場合じゃないでしょ。ふざけてねえよ。魔物ってのは基本的にみんな親玉みたいなのがいるんだ。そいつを倒ししまえば、他の雑魚はビビって人間の前に出てこようとは思わなくなるぜ。本当かよ。武者修行で実証済みだぜ。片手で数えきれないくらいの数はな。めちゃくちゃな方法なのは間違いないが、それだけ実証されてるとなると。試してみる価値あるかもしれないわね。みんな、サンゴの島に乗り込もう。みんな、敵だよ。背中は任せたぜ、ボス。おい、やった。背中は任せた。終わりだ。それ、いや、終わらせる。任せてよ、ライザー。俺の敵じゃねえな。ライザの巣の割には片付いて。どこに行こうかな。やめろ、冗談だ、冗談。素材集め。お前らといるといろんなことがあるからな。おーい、島が現れたくらいじゃもう驚かん。
ありがとね。快適快適。あ、イルカ珍しいね。さてと、魔物の親玉はどこにいるのやら。地震だ。いや、これは地震じゃねえ。でかいぞ。けどこの島の親玉はこいつで間違いなさそうね。それならやることは一つ。みんな行くよ。うい、よし、やってやるぞ。敵だ、気をつけろ。たっ、とやっ、行くぜ。ダメだ。よし、どうにか倒せたみたいだな。これでザコどもが島の外に出てくることはないはずだぜ。よかった、これで一安心だね。そうだね。あれ、こんなところに扉があるなんて、どこに続いてるんだろう。綺麗。こんなに水が澄んでる湖、初めて見た。あの大きな魔物はこの湖を守ってたのかな。やっぱりライザー、この湖すごいよ。この湖の水、淡水化装置を通した島の水よりも水質がいいみたいだ。それ本当？うん、ここに自生しているサンゴの力かも。サンゴの中には水質を改善する力があるらしくてね。多分ここのサンゴはその力がはるかに強いんだと思う。だとしたら、ここに自生しているサンゴを持ち帰れば淡水化装置を改良することも。なら、ここのサンゴは採取しないとだね。もちろん。でもすごく綺麗だから、ちょっとだけにしようかな。いいもの手に入るかな。ちゃあ、さあさあ、集めちゃいましょうね。あ、発見。集めておこう。よし、この改良型淡水化装置が完成すれば
水質は今より格段に良くなるはず。あとは水源のあった頃と同じになるかどうかね。今より良くなるのが確かなら作ってから考えてもいいんじゃないかな。そうだね。うん、わかった。材料を確認したら早速作ってみる。これでよしっと。それじゃアトリエに戻るとしますか。何作ろうかな。何？ねえ、どこに行くのさ。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。うん。